一丁入っとくっち。暇そうだな。仕事を頼む。断る。報酬は弾むぞ。報酬だと。取引成立だな。いや、俺はまだ何も。それじゃ、これを届けてくれ。宛先は書いてある。私はいつもの場所で待っている。素晴らしい働きを期待しているぞ。くそ、押し付けられた。いつかなんかいい匂いするな。まずはニャンドリーミンに持ってくか。シャレ子さんから渡すように頼まれたんだけど。にゃにゃにゃ、シャレ子さんの下僕かにゃ。下僕じゃない。そんなのどうでもいいにゃ。ちょうどお腹が空いてたにゃ。お腹が？にゃにゃーん、シャレ子さん特製のケバブにゃ。は？いただきますにゃ。俺、なんでケバブ運ばされたの？てかシャレ子さん何してんの？何って、そんなの決まってるにゃ。秋葉原で密かな大人気、シャレ子お姉さんのケバブ屋だにゃ。え、ケバブ屋？一度食べたら癖になる、魔法の粉がトッピングされたミラクルケバブにゃ。魔法の粉？それやばいやつじゃ。シャレ子パウダーはその製法がトップシークレットにゃ。知りたいような、知りたくないような。それじゃ宅配ありがとにゃ。あの人一体何者なんだ。次の届け先で分かればいいけど。で、今度はイザナギ京也。一体何を届けさせられるんだよ。届けるように頼まれたんだけど。来たか、夕闇の幻影なる女王の下僕よ。ああ、もういいや。で、お前は何を頼んだんだ。大海の覇者の八つ足を犠牲にし、そして罪なる粉が降り積もった。温かなる報告だ。たこ焼きかよ。では、いずれまた。はあ、たく何なんだよ、意味わかんねえよ。最後はスミレのエデンじゃん。明美さんならシャレ子さんの正体を知ってるかも。あら、いらっしゃい。シャレ子さんのお使いで来たんですけど。あら、シャレ子だ。おかしいわね、私は何も頼んでないわ。え、それじゃあこれって。それ、頼んだの僕です。なんだ、彼方だったのか。で、何を頼んだんだ。これです。これって、え、野菜増し、ニンニク増し増し、油増し、辛め増し、パウダー増し増し増しです。ラーメン？つかパウダー増し増し増し。食べたかったんです。食って大丈夫なのかよ。ええ、私が保証するわ。シャレ子はね、そういうのはしない主義だから。そういうのって、つか、明美さん、やっぱりシャレ子さんと知り合いなんですか？まあ、古い仲よ。お互いに秘密を共有したね。ってことは。ああ、教えてあげられないわ。気になる。これで出前は最後なんでしょ。
だったら報告がてら聞いてきたらいいわ。シャレ子が一体何者なのかをね。アパレルショップっち、おいら用も売ってるっち。休憩ポイントっち、おいらは疲れたっち。服が売ってるっち。おーい、配達終わったぞ。うむ、ご苦労。っていうか、なんでケバブにたこ焼きにラーメンなんだ。そんなの副業に決まってるだろう。金儲けのためだ。じゃあ、シャレコパウダーは。トップシークレットだ。企業秘密を話せるわけないだろう。企業ってなんだろう。そんなに私のことが知りたいのか。ああ、それは恋だ。はあ、もういいや。いいのか、報酬はまだ渡してないんだ。ああ、忘れてた。はい、これゴムボール。言ったろ、報酬は弾むと。え、それじゃ、また頼むからな。俺の頑張りって、一体。シャレ子がいるっち、いつ見ても怪しいやつっち。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。妄想球。どういうことだ。管理局のやつらどこにもいないぞ。いや、わずかにだが光線の跡がある。おそらくアジトに乗り込んでったんだろう。団長、水木くん、あかりちゃん、葵ちゃん、皆さん、ご無事でしょうか。無事だとしたら私の出番ね。冗談に聞こえねえよ。なるほどな。どうしたんだ。なんだよ、もしかしてビビってんのか。どっかの中学2年生の妄想と違って、やっぱりここはいいセンスだと思ってたところだ。誰のと比較してんだよ。奥にたどり着くまでに答えられたら、後で極上ロースでもご馳走してやるよ。くそ、覚えてるよ。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。妄想球に入るっち。敵を発見っち、逃げるなら今っち。敵を発見っち。敵がいっぱい。なんで聞こえたっち。イマジンフィールド、いつでも展開できるっち。無視で出発したっち。無断できない。敵を発見。敵をいっぱい発見っち。先手で角を散らせっち。楽勝。私はどうしたら。敵をいっぱい発見っち。先手で角を減らせっち。やるだろうか。敵がいっち、おいらは戦いたくねっち。
敵がいるっち。敵は4体っち。隙を突きまくれっち。パーツが頭だ。ぶっ飛べ。勝利パーツ。ゲッチパーツ。止まりだ。顔だけっち。倒した。
見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。セーブポイントっち。忘れずにしとけっち。自警団も管理局もどこにもいないわね。手応えねえな。あの、レイジさん。どうした？リュウ、気づいちゃったかもしれません。もしかしてここって。さあどうだろうな。ん？二人ともどうしたんだ？いや、なんでもない。先へ急ぐぞ。奥で交戦しているかもしれないからな。ああ、そうだな。先を急ごう。みんな、無事でいて。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。